はい、皆さんこんにちは、アクアレノンです。今回はですね、2021年ねオスカー水槽初餌やりの動画をねバックに、餌のね種類についてのメリットとデメリットについてね語っていこうと思うんですけれども、全部のね餌をね語るのはちょっと尺が短いんで、今回は池餌についてのねメリットとデメリット、これを語っていきたいと思います。はい、今回はね餌です。餌に焦点を当ててね、ちょっと私の見解ですね、独断と偏見の意見ですけれども語っていこうと思うんですけれども、今回はね餌の中でも、メジャーどころ生き餌編です。生き餌って何ぞやって言って、生き餌っていうのはすごく簡単ですよね。そのまんまなんですけど、生きてる餌ですよね、まんまですけれども。で、世界の淡水魚たちって普通に川で泳いでいるわけですけれども、じゃあ彼らは何を食べて生きているんだろうかと考えた時に、この子たちって川でね食べてる餌ってほとんど生き餌なんですよ。生きてる餌、ほとんどが生きてる餌を食べてます、世界の淡水魚の魚っていうのは。で、生きてる餌を逆に食べない魚っていうのは、例えば苔を食べたり、水草だとか植物系食べたり、あとはプランクトンだとか木の実だとか、そういうものになってくると思うんですよね。そういうのしか食べない魚ももちろんいます。ただその世界の淡水魚を見た時に、私もまだね全種類の魚を把握してるわけじゃないので、まだまだ足りないんですけれども、知識がね、私が知ってる範囲で言うと、やっぱり圧倒的に肉食魚が多いと思うんですよね。で、肉食魚とあと多いのは雑食魚っていうか雑食、その木の実だとかね植物系も食べるし、生きてる餌も食べる、両方食べ、何でも食べちゃうっていうのも、やっぱ生き餌を食べるわけなので、やっぱ生き餌を食べてる魚がね圧倒的に多いと思うんですよね、生きてる餌をね。なので今回ね、まず最初に餌の種類として生き餌編っていうことで、やっぱりその自然下でね一番世界の淡水魚が食べてる 魚がね、世界の食べてるっていうのがやっぱ生き餌が多いので、まず生き餌を語っていこうと思うんですけれども、生き餌ってねいろいろあるんですけど、普通に水槽内で飼ってる時に、オーソドックスな生き餌っていうのが、まず赤虫っていうね、幼魚の、肉食魚の幼魚の時に結構皆さん使うね、メジャーな餌なんですけど、蚊の幼虫かな、ボウフラですよね、要はね、赤いやつ、赤い長いやつね、赤虫っていうのがもうまず有名です。で、大きくなってくると今度メダカになってきて、もっと大きくなってくると今度金魚とかになってくるんですよ。で、もっと大きくなってくるとチゴイって言って、鯉のねちっちゃいやつ、鯉の幼魚ですよ。鯉の幼魚も食べさせるんですよ。すごくないですか。普通に熱帯魚屋さんで鯉の幼魚の餌売ってますからね。私は鯉の稚魚を食べさせたことは一度もないんですけども、その辺がねすごいメジャーな生き餌だと思いますね。あとあんまりメジャーどころじゃないところで言うと、カエルとかね、スノガエルだったかな、そのカエルの種類で餌にしてるカエルがよく売られてるんですけれどもね、通販とかでね。あんまりペットショップとかでは見かけないですけどね、そのカエルですね、カエルも餌にしたりしてます。あとは小動物系は本当に大きなメーター級のね魚とかですかね、ネズミとか、ネズミはね生きたままっていうのはあんま聞いたことないんで、冷凍餌では冷凍マウスっていうのはね結構売られてるんですけども、小動物はさすがにでかい魚でもあんまり与えてるのは聞いたことないんで、その辺はちょっとわからないですけど、あとはアロアナに代表されるものとして、生き餌としてねアロアナが好きなのは昆虫ですね。アロアナってもともと川でね生活してる時に、上
あの川の川から伸びてる植物とか川の川べりとかから伸びてる植物の木のに止まってる昆虫とかを落ちてきたやつを食べたりとか、はたまた近く上に止まってる昆虫とかをジャンプして食べたりするので、結構昆虫が好きなんですよ。だからそのバッタじゃないや、まあ、バッタも食べると思いますけど、生き餌としてね、アロワナ用のやつで、コオロギがすごいよく売ってますね。通販でも売ってるし、コオロギは結構ペットショップ屋さんでも売ってますね。まあ、私はあげたことないです。まだアロワナ飼ってから昆虫は一回もないです。昆虫苦手なんであげたことないですね。あとミルワームか、ミルワーム忘れてました。これもあの幼虫ですね、なんかの幼虫、もう何の幼虫か忘れました。多分ガとかそっち系だと思うんですけど、まあ、あとその辺ですかね。メジャーどこの次に行くとね、まあ、生き餌やるのが好きな方はね、もうもっともっと生き餌のこと分かってると思うんですけども、私はもともと生き餌に関してはね、ちょっとトラウマがあって、ほとんど今は生き餌与えてないので、あんまり生き餌を調べることをしてないので、もうだいぶ生き餌与えなくなってから経つのでね、ちょっと生き餌の種類とかあんまりチェックしてないんで、ちょっと出てこないんですけど、まあこの辺ですかね。で、生き餌を与えるメリットとして言われているのが、生き餌は他の餌より成長が早い、与えるとね、成長が早いって言われてるんですけど、これはね、誰かが統計を取ったとかいうわけでもないので、なんかね、その科学的に証明されてるわけじゃないので、一概には言えないんですけど、やっぱ生き餌で育てた方が成長が早いっていうのはなんとなくわかります。あとメリットは何でしょう。そのやっぱ自然環境、もともとね、川で生き餌メインで食べてますから、自然環境に近い方がいいですからね、やっぱり。水槽で飼ってても。その近づけるっていう意味では生き餌ですよね。まあ、あとは飼育者のあれになり、あれっていうか好みになるんですけど、これは。生きてる餌をこう追っかけてね、食べる姿っていうのがこう野生味がやっぱあって、迫力もあるんで、まあ、見ていてこう、なんていうんですかね、エンターテイナー的じゃないですけど、見ていて楽しいっていうか迫力があって、興奮しますよね。まあ、そういうところじゃないですかね、メリットって。そんなにね、多くメリットがあると私は生き餌に関してはね、思ってない派なんで、まあ、トラウマがあってからは。まあ、それは私が悪いんですけど、生き餌自体のね、持ち込んだ菌とかでね、ちょっと、菌とかウイルスだと思うんですけど、ほんと4、5年前にね、一回もう全滅させかけたんでね、その時もアクアリウム一回もうやめようかと思いましたけどね、なんとか立ち直ったんですけど、まあ、それ以来ね、生き餌はあんまり与えてないんですね。まあ、そんな感じかな、メリットは私が考えるのは、思いつくのは。で、ぶっちゃけ生き餌に関してはもうデメリットの方が私は多いと思ってて、やっぱりコスパが高いっていうのもありますよね。コスパ高いですよね。他の餌に比べたら圧倒的にやっぱりお金かかっちゃう。あとは生き餌の管理も難しいし、ね、生き餌を生かしたまま生き餌水槽っていうのを作ってやるパターンの人もいるし、その管理がまた大変だしね。で、やっぱり一番のデメリットはウイルスとか菌を持ち込む可能性があるってことですね。やっぱ魚の生き死にに関わりますから。今回ね、生き餌のメリット、デメリットについて語ってきましたけど、ちょっとぐだぐだになってしまいました。すいません。それでもご視聴いただいてありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録、紹介などよろしくお願いします。